はい、えー、皆さんこんにちは。東京美容外科の浅野徹です。今日はですね、コフの科学のね、弘さん、お久しぶりに来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。あれからだいぶ経ちましたよね。そうですね。またもう状況がもう日々変わって、ねね、まあ今日、えー、撮影している、えー、今日は6月6日ですか。 あ時点で、ようやくちょっと、あの、僕自身の状況は落ち着いたかなと、ああいう感じですね。あれからさまざまなことありましたまざまなことがね。出馬して。そうですね。はい。ど、どこから出馬されたんですかえっと、渋谷区から出ました。渋谷区から。はい。で、まあ、それは、ちょっと189票足りずに、まあ、落選と。とそうですね。なりまして。で、その後に、政治家女子、48等の、当主秘書になりまして、まあ、一ヶ月やって、まあ、それで、まあ、今ちょっと。あっち側に。 見たんですよねあの48のさんでまあ、えー、と昨日ちょうど日付で言うと昨日ですかね、うん、6月5日でまあ解任ということで、うん、まあ今また関係なくなったと。うん あれはな,な,なんで、もともと立花さんと仲良かったじゃないですかそうです、立花さんと仲良くて、はい、でもう去年の11月ぐらいから、立花、うん、さんからその今度、政治家女子48党っていうプロジェクトを、まあ、やるから、宣伝とか手伝ってほしいと、うん、あとは来年、まあ今年ですねで、ミュージカルをやるから、まあ、それに出てほしいみたいな話をされていて、うん、であそれはもう分かりましたっていう感じでやっていて、で赤坂の,あのバーがありまして、うん、そこの一日店長とかで、うん、まあ候補者さん、うん、まあ女性の方が。 方が一日店長をやったら、まあそのまあファンの方とかが来られて交流の場になるかなと思って、でまあその後者さんにまあ一日店長やりませんかっていうのをお不快があって、その時にお声掛けをして、その時に一番最初に一日店長やってくれたのが大津さんだったんですよ。どまあその時もまあすごいものすごい盛り上がって、その時も立花さんも店に来てシャンパン開けたりとかしたんです。その時は仲良くやってたんですよね。まあでそれでまあガーシーさんが帰ってこなくなったってなって、まあ議員クビになりましたとなって、それで立花さんが それで、責任任を取って辞任して辞しし大さんに党首交代ますとといいうこを聞あ、それで、まあ、大津さんの党首就任記念バーとかもやったりしたんですけども、どまあ、そこまでは全然仲良くやってたんですけども、うん、あの、3月29日ですね、3月29日に急に揉め始めて、うん、で、まあ、なんか取り付け騒ぎが起きてるみたいなことを、まあ、立花さんが言い始めて、うん、で、まあ、黒川さんが、なんか、党のお金を食い物にしてとか、うん、あの、めちゃくちゃに、まあ、私物化してめちゃくちゃやってるみたいな。 ことを言い始めて、うん、で、黒川さんと連絡取った候補者さんは、あの、立花は支援しませんみたいなことを言ったりとかして、うわっと思い始めて、え、何が起きたんだろうって思ってて、うん で、まあ、大津さんが、党首が頼りないから、それで取り付け騒ぎが起きてるんだ、みたいなことを言い始めて、で、大津さんやめろ、みたいな、まあ、ことを言って、大津さんと黒川さんを結構ボコボコに、田島さんが、まあ、結構めちゃくちゃなことやって、あの、攻撃したわけですね。で、黒川さんが、なんかその、すごい、党を私物化してるみたいな、あことを言ってたんですけど、僕、結構黒川さんに選挙とか手伝ってもらってたんで、いや、そんなことはないだろうと思いつつそんな、まあ、あの、極悪なことをやってるようには見えなかったんで、黒川さんが。自分の目で判断したっことですよね。そうですね。 むしろその選挙、うん、皆さん出るの初めてだったので、まあ私も含めて。うん、で、そういう人たちに一から全部そのノウハウとか、あと書類の出し方とかを教えてたんですよ、うん、黒川さん。なんなら自腹切ってまでその活動費上げたりとかしてたので、私ももう党の人間じゃないのに,、うん、にもかかわらず、個人的な あの、お付き合いで、まあ、ヒロシ君は、その、まあ、仲間だからっていうので、いろいろ。動いてくれて、ね、はい。業者さん紹介したいとか、応援エージェント来てくださったりとかしたんで、うんいや、黒川さんのことそんな悪くないはちょっとなと思ってて。で、まあ、大津さん、もういじめられてたので、で、しばらくちょっと、まあ、あの、フェードアウトしてたんですけど、まあ、その、ちょっとして、いや、私、戦いますと、まあ、言い始めたので、うん、そう、あ、戦うんだと思って、立花さんと全面接続するんだと思って、うん、いや、これはちょっと面白いなと思って、うん で、まあ、ちょっと黒川さんとか大津さんとか不当にいじめられてるのを見てたんで、ちょっとこれは助け出ち入ろうと思って。え、あ<の>こっちに入ったわけです,そうです。助けますって言って。立<場>おいたちはつって。そう。お前犯罪やってんじゃねえよっつって。なんでそっちに行くからと思って。いや、ちょっとムカついちゃったんで、あまりにも理不尽だったんで。なるほど、ね。なるほどね、そういや。戦いますって。まあ、い でまあそこから東州秘書になってまあ一緒にやってはいたんですけどもうん、うん、まあちょっとその一ヶ月ぐらい戦ってみて、うん、まあちょっと何と言いますかうんまあいろいろと情勢の変化もあったんですけど、うん、ちょっと。 と、うん、まあ、厳しかったかなというのが、うんうん、いろいろまあ、ちょっと助けるためにいろいろ、まあ、アドバイスしたりとか、まあ、動いたりとか、まあ、してたんですけども、うんうん、ちょっとその、なんというか、まあ、大津さんの方が、まあ、僕とか黒川さんとかは結構、うん、あの、まあ、YouTube も長くやってますし、まあ、その SNS の世界で長く生きてきたので、ある程度、 あの、わかるんですけど、で、立花さんはもうめちゃめちゃ強いんです、うん、その YouTuber としては。うん、そこと戦って勝つには結構こっちも本気でいかないと。はい。かないんですけど、<laughs> うん、大津さんがちょっとそのわからないんで、その、あのー、SNS の感覚というか、うん、YouTube とかも本当はちょっとやりたくないみたいな感じですけど、立花さんがもう毎,毎日、あの動画めちゃめちゃいっぱい上げて、それがどんどん切り抜きとかに拡散されて、うん、ヤフーニュースとかにバンバン乗っていくと、立花、うん、さん結構普通ニュースを言ってるんですよ。 嘘言ってるんだけど、それが、そのまま報道されちゃうんで、それがもう既成事実みたいな感じになって。声の大きい方が勝つみたいそうなんですよ。そう。影響力ある人がね。そう。でもこれはもう負けちゃダメだと思って、僕もそれでも動画で反撃しようとしたら、動画上げないでくれって言われたので。うん。それは。動画上げないでくれ、どこから。あ、それは。王さんからえっと、大さんのお父さんから言われまして。あちょっとそれは戦えないわ、なって。まあ他にも色々あったんですけど、ちょっともう、ちょっとこれはもうすいません、勝てないですと。 行、うん、って、あの、ちょっと一回もう、あの、僕にできることなくなっちゃったんで、まあ、言ったら、まあ、じゃあ解任でということになって、まあ、昨日、まあね、解任でね、と。流れはそんな感じですね。はい。まあ僕から客観的に見るというか、外から外野から見てると、うん、ま、もともとは立花さんが擁立した投手で、うんうん、なんかせっかく立花さんのおかげでそうなったのに、 その組織を裏切るのかっていうふうに見えるんだけど、うん、そうじゃないんですよね。そう、あの、もともとなんでこういうことが起きたかというと、立花、うん、さんが、うん、あの、党の代表権っていうのを大津さんに渡しちゃったんですよね。で、うん、これってその、変えられないんですよ。 その、当、当期上その代表者が、立花隆から大津彩香に変わりましたって。うん、で、党の規約でこれを、あの、変える、えー、ルールが存在しないんですよ。うん、で、まあ、その、言っちゃえば、まあ、ヒットラーの独裁政権みたいな感じで、うん、そう、誰もその、トップを首にできないっていう、うん、まあそういうルールで、今まで NHK と、えからの政治家女子48とは運営する立花隆の独裁政党だったんですよ。うん、で、立花さんがその代表権まで大津さんにあげちゃったんで。うん、なんでそんな。それは、たった見ず知らずの女の子にそんなのあげちゃうあの、バカ。 <laughs> <laughs> それは立花さん自分でも言ってこれはもう間違えましたと。うん、うん。言って、まあ多分取り戻せると思ったんですよね、多分。あの、ちょっとなんかあっても、うん、多分、まあ、ちょっと言ったら返してくれるだろうって、まあ、思ってたみたいなんですけど。そんなね、いい人ばっかりじゃないよ、ね。そうですね。ねまあそこは立花さんはもう完全にミスったんですけど。うん、で、まあ、大須さんの方が結構割と、まあ、 フレバーだった。まあそうですね。で、立花さんの党のお金って結構、わりかしやばいというか、うん、まあ、あの、怪しい流れをしてるので、うん、そう。まあちょっとそれを結構見つけちゃって、あれこれ、なんでこんなとこにこんなお金流してるのみたいな。だこ発見しちゃって、ちょっとそれ調べさせてくれませんかって言ったら、立花さんが嫌だって言って、見せない、うん、ってなって、いや、見せろ見せないみたいな感じになって、そっからも、も、ね、うわーっと盛り上がっちゃって。 うんう不正を見つけて許せない方でね。そうです。まあ、で、僕もそれは不正をしてるのは、もうほぼほぼ事実というか、まあ、結構証拠が上がってるものはあったんで、それは追求した方がいいって、うん、まあ、いうふうに言ってて、まあ、それは追求されるべきだと思うんですけど、うん、ただ、それと、不正を正すのと、党の運営っていうのはまた別で、うん、え、その、やっぱりその、立候補者さんとか、あの、まあ、今、現職の議員さんが4人いるのか、いや、うん、6人ですね。うん、地方議員4人と国会議員2人いるんで、で、まあ、その、浜田さん、斎藤さん2人の国会議員って、もう、あの、毎日国会出てるので、動いてる、うん うん、んで、すよねで新しく、まあ、この前の選挙終わりましたけど、次の選挙とかもどんどん迫ってくるので、あの、新しく来たいっていう人たちもいたんですよ。そう。で、僕は結構そういう人たちと一緒にやりましょうっていうことを声かけて、トラブルが解決したら、うん、あの、うちから出てくださいみたいなことを言ってたんですよ。なんですけど、トラブルが一向に解決しないので、これいつになるのいつになるのってなって、それで、いや、ちょっともう待てないから維新の会行くわみたいな人とかも結構出てきちゃったりして、ね、ちょっとまずいなと思ってて、大津さんにちょっと早くやりましょうっていうことをずっと言ってたんですけど、うん、いや、ちょっと弁護士にか,かっ 確認しないと、みたいな。いや、父がこう言ってて、みたいな。うん。ことを言って、ちょっと遅いので、うん。まあ、全部後手後手に回っちゃって、いや、それはちょっと本当に早く判断しないとダメですよ、みたいな。なるほど。ことを言ってたんですけど、どね、やっぱそれでもやらなかったんで、ちょっとそれは不正を垂らすのはやっていただいていいんですけど、やっぱ党、しかも、まあ、国政政党を運営するってなったら、うん、やっぱりそういう判断力とかはいるので、で、僕とか黒川さんとか結構それは言ってはいたんですけど、本人が、いや、私はこういうことはやりたくない、みたいなのが、結構強かったんで、うん。まあ、悪いことはしないんですけど、ただその、まあ、 経営能力というか、と、うん、いうところはちょっと、まあ、難しかったのかなというところです。なるほど。これからひろし君はどうするんですかえっと、私は、まあ、その、政治はまだやるんですかえっと、まあ、4年後の、まあ、渋谷区議戦、もう一回やるので、まあ、そこに再チャレンジかなと。うん、まあ、だいぶ先なんですけれども。無所属です。 まあ一応自分の党を持ってるので、まあ一応その自分の党の代表として。福実現党ではない。それは流行のやつです。カルト宗教から国民を守るとっていう。そうカルト宗教。まあまあ今一人しかいないので、まああの、区議をまずは目指して頑張ろうかなと。なるほど。はい。そういうふうにね、頑張っていくわけですよね。はい。なるほど、なるほど。はい。そういや、ガーシーさんそうですよ。そうですよ。なんだか行かれてました。行きました、成田空港まで。 そう。まあでも、やっぱさすがにちょっと一般人は表の入り口しか入、あの出口しか来れないんですよ。うん、やっぱそこから出てこなかったですね、さすがに。さすがに、ね。口から出ちゃって。うん、そう。すごかったですね、もう空港行ったらもう、うわ人だかりがいて。うん、で、あのー、大スターの扱いだね。そうですね、あの、僕は一回、その搭乗口の出てくる出口のすぐそばにいたんですけど、うん、あの、二階があって、二階ブワーて、その、 でも、多分1000人ぐらいいたんじゃないのかな、ず、えー、っと。そう。すごい影響力ですねあ、はあ、じゃあ、と警視庁か。えー、護送されてきて、警視庁に入るところとかにも、うん、まあ、すごいや YouTuber とかも、あの、マスコミとか殺到してて、あすごいなと思って。まあ、最近、ここ1ヶ月、2ヶ月あんまり、まあ、ね、あの、SNS が全部止まっちゃったのとかもあって、発信してなかったんですけど、うんあ、やっぱりこんなにやっぱファンの人との熱量というか、期待感っていうのはすごいんだっていうのが、まあ、やっぱ現地にいてやっぱ思いましたね。うんうん どどうなるんか、ね、見守りたいところですけどね麻生、はい、先生は今後もまあガーシーさんまあ今後まあちょっと多分まあ刑務所入るとは思うんですけど、うん、出てこられた後とかは、まあ、引き続き、まあ、応援していくっていうそういう感じですか、ね、そうね出てこられた方がやりやすいですよね。うん、まあそうですね、うん。もうちゃんと罪なら罪と、うん、まあお上が言ってそれをまあこれで償えって言われて。うん 事実関係を話されて、お金が判断されることですからね。でそれが終われば、普通だって、そういう人いるでしょ。もちろん、そうですね。堀江さんだって、1年ちょっと入られてたし、井川さんだってね、いて、別に、まあ、罪に重い軽いないみたいなことを書いてくる人いるけど、ひどい人なんか死刑にしろとか書いてくる人いるんですよね。そんですよね。めちゃくちゃやなと思って。 まあ言うたらね、いざこざじゃん、人と人の。はい。だから民事だと思うんですよね。刑事事件じゃないと僕は思うんですけど、言った言わんの。脅迫とか捉えてるみたいですけどね。脅迫ね。うん。そう、これ、あの、やらないと、これめくるぞ、みたいな。どっかが脅迫に当たるみたいな。まあ確かにそりゃそうかもなと思うんですけど。まあ、金を受け取ってる事実があるなら。あ、そうですね。で、言わないでくださいって言ってお金受け取ってたら、これは恐喝になるし。だから、そういう事実があるの。まあ、 警察も何もなしには、うん、あの、動かないと思うんでね。うん、あの、何らかを掴んでらっしゃるんでしょうけども。うんまあ、ただ、まあその罪自体はそんなにだから元々、なんていうか、普通だったら、あの、初犯なので、まあその執行猶予で収監されないのが普通なんですけど、多分あれだけ影響力があると、多分まあ、 まあ一発実験にはなると多分僕は思うんですよ。うんうん<で>まあ見せしめだよね。ね同じような人が出ないようにっていう。うんまあ、ただそんなに経験は長くないと思うので、ね、やってる、うん、まあ人殺したとか、あの、そういうわけじゃないんで、うん、多分そんなに長くはないと思うんですけど。で、一応生産して多分出てくると思うので。まあ執行猶予がつくのかどうかっていうね。うん、もしまあ、じゃあ、1年とかになった場合に、うん、まあ彼ね、糖尿病があるんですよ。ああ<ー>。だから、 ちょうど食生活も見直せて、うん、もうそういう糖尿病の措置入院だというふうに捉えて、うんうん、健康体になって帰ってきたらいいんじゃないですか。うん、堀江さんも出てこられるとき痩せられてましたもんね。そうですね。ねうん、なんで、わかんないけど、いいふうに捉えて、また前向いて頑張るしかないかなと。うん、僕は引き続き応援しましたもん、ね。 私もドバイは3回行かせていただいたんで、ね、まあそれでまあコラボをさせていただいて。うん、で、やっぱりまあ出てきた後に、まあ立花さんがその、もう一回出馬させるって言ってるので、うん、そうなるとやっぱ <laughs> 政治の世界への影響力ってもかなり強くなるので、出馬させるんですかって言ってましたね。うん、うん。多分出たら普通に、あの、まあ前回、まあ前回ぐらいかわかんないですけど、まあ当選は確実にすると思うので、うん、ってなるとかなり影響力を持ってくるので、 っていうのとかも僕はちょっと今後先考えて動かなきゃいけないなっていうこところで。大人気でもね、うん。大人気ですね、やっぱり。うん、やっぱうっぷが溜まってるというか、その、なんていうか、この、まあ、既得権益じゃないですけど、うん、まあ、あの、ね、途中までやってましたけど、その自民党の方の、まあ、岸田総理の周りのなんかちょっと、ね、やってましたね。うん、その木原官房長官がどうだとか。うん、まあ、あれもどこまで、いや、今後やるのかわからないですけど、うん、まあ、ただ、多分、まあ、そんなに、なんていうかその方向性というか、 あの変えるっていうことは多分ないと思うので、まあ、ちゃんとその犯罪のラインを越さないように多分僕はやるんじゃないかなと、ね。なんかさ、うん、ただの暴露チャンネルがなんか、うん、権力闘争にまでなってきてるなぁと思ってね。政、うんうん、治はもう権力闘争だからね。うんはい、毎日いろんなこと起こりますよ、ね。いや、そうですね, <laughs> ね。もう、ひろしくんのチャンネル見てるだけでも。 なんでこんな、こんなになるんかな。そうですよね、本当に。あまりにも予想外のことが多て予想外すぎて。え、ガーシー書いてくるの、そんな嘘です。俺昨日まで LINE してたし、と思って。フェイクニュースって入れたら、全局でみんなガーシー書いてくるから、嘘つきみたいになっちゃう。まあまあ、本当に、毎日びっくりすることばっかりですけど、まあね、これから暑い夏にも来ますんで。そうですね。はい お互い頑張っていきましょ,しょう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい,い、はいえー、このチャンネルがいいねと思った方はいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。はい、えー、これは私の本の広告です。この本を手に取っていただいたら、絶対にあなたの人生が変わります。それはもう保証します。書店に行ってこれを見かけたら、もう触ってパッて開くだけでいいです、ね。それで購買意欲が湧くはずなんで、 本当にあの心血を注いであの自分の人生で起こってきたいろんなことをどうやって乗り越えてきたかっていうことをね、えー、したためさせていただいています是非手に取って読んでいただきたいなと思います一人でも多くの人に届けたいですよろしくお願いします